イリッパの戦いは、紀元前206年に起きた第二次ボエに戦争中のローマ軍とカルタゴ軍との海戦の一つである。この戦いで、ローマ軍はヒスパニアのカルタゴ勢を一掃した。前々年の紀元前208年に起こったバエクラの戦いと前年の紀元前207年に起こったメタウルスの戦いにおいて、ヒスパニアのカルタゴ勢が敗退を重ね、 ヒスパニアを事実上統治していたバルカケは、事態の打開を迫られていた。そこでジスコーネが葬式を取り、7万4千人の兵力を持って、ヒスパニアに派遣されていたローマ軍の将軍大、スキピオと戦うために、ヒスパニア南部のイリッパに軍を集結させた。一方、スキピオは、ヒスパニアのカルタゴ勢の本拠地だったカルタゴの大和を立ち、 4万8000の兵力を持って、イリッパの平原に向かった。イリッパの平原に到着したローマ軍は、カルタゴ勢の本拠地の一つであったカディスへの退路を防ぐため、カルタゴ軍の陣地の南側へ向かい、その後に陣営地を築いた。両軍が陣営地を築いた後、数日の間、朝不人しては夕方に陣営地に帰るといったことが繰り返された。数日後の夜、 スキピオは兵士たちに早朝に布陣するように指示を出した。翌朝、早朝に布陣したローマ軍に対し、油断していたジスコーネは動揺して、兵士たちに朝食を取らせないで急いで布陣するよう指示を出した。まず、両翼では、ローマ軍の重装不評の攻撃で、カルタゴ軍の戦像が暴れて、自軍の騎兵を攻撃した。カルタゴ軍の騎兵の混乱に乗じ、 ローマ軍の騎兵が攻勢をかけ、カルタゴ軍の騎兵やヒスパニア兵が多くの損害を受けた。中央では、ローマ軍のヒスパニア兵とカルタゴ軍の兵士が互角に戦っていた。しかし、両翼をローマ軍によって包囲されたカルタゴ軍は空腹もあって後方に敗走した。追撃しようとしたローマ軍だが、豪雨により断念した。孫とディスコーネーは大西洋岸まで逃げた後、 カルタゴに逃げ帰った。イリッパの戦いの婦人図戦闘終盤の両軍の動きスキピオは、騎兵力増強のため、ヌミディアの王、マシニスサとの同盟関係を図った。また、この戦いによって、ヒスパニアからカルタゴ勢が一掃され、スキピオは本国に召喚された。その後のスキピオは、アフリカに遠征することになった。ありがとうございます。